こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。今日のお題は捨てカツカトラリー編ということでお伝えします。スプーン、ナイフ、フォーク、お箸とかそういうものを入れておく引き出しなんですけれども、こちらの捨てカツについてお伝えします。毎日使うところをきれいにするということは、風水的にも効果がありまして、狭い空間なので捨て活とか整理とか片付けがとてもやりやすい場所でもあるんです。こういうところを一つ一つですね、きれいにしていくことで毎日のストレスが少しずつ減っていき、成功体験というのも積み重なっていきますので、とてもおすすめなんですね。年末に向けて少しずつやっていくのに最適な場所かなと思います。30分から1時間あればできてしまうと思います。全部出してやり直したとしても短時間でできますので、ぜひやってみてください。捨て活カトラリー編、今日お伝えしたいポイント3つあります。1つ目、どんなものを捨てるべきか。2つ目、その理由。3つ目、具体的なやり方。私の例を出してお伝えしたいと思います。1つ目、捨てる対象とするべきものは揃っていないもの、それから使っていないものになります。これを全部出した後にピックアップしていただければなと思います。2つ目、その理由です。毎回探すのがとても大変だからということです。どれかなって探さなきゃいけないんですよ。お箸だったら2つで一膳なので、どれかなって探さなきゃいけない。毎回カトラリーもしかりです。なんとなく買ってしまった揃っていないものっていうのはですね、その組み合わせを探すのに毎回時間がかかってしまうんですね。収納スペースを見ただけでもぐちゃぐちゃな印象が強いんですよ。あと毎回毎回その組み合わせを考えたり探したりっていう手間っていうのがあります。使っていないものとしょっちゅう使うものっていうのが一緒に収納されてると、使っていないものの中に本当に使いたいものが埋もれてしまって、毎回そこを掘り出して探さなきゃいけないっていうストレスが発生するんですよ。使っていないものっていうのは処分の対象、もしくは奥の方にしまうとかっていう処置をしてあげると毎日のストレスが減るのかなと思います。そうは言っても揃ってないものってあると思うんですよ。私もなんか可愛いなと思って買ってしまったものってあるんですね。取り分けるための大きいスプーンとかそういうのはもちろんそんなに数なくていいんですけど、だいたい家族分、人数分が必要なものってあるじゃないですか。その家族分の数が必要だってなった時に、その家族分がピシッと綺麗に揃っているとすごくいいのかなと思うんです。お客様が来た時を想定してもですね、お客様の分と家族の分っていうのを分けずに統一しとくとすごく楽です。お箸とかこだわる人はこれはお父さんのとかこれは自分のとかこうあると思うんですけれども、本当は理想的には全部統一するとすごくやりやすいのかなと思います。家もお店も同じルールなんですけれども、揃えるということです。カトラリーの種類を揃えるということです。私の場合ですね、そのイギリスに住んでいた時に6個ずつセットになってるんですね。だいたいカトラリーのセット、フォーク、ナイフ、スプーンとかっていうセットを6個そのハロッズのセールで買ってしまったり、他を見れば他のブランドがまた気になってまた6個セット買ってしまう。でも私料理教室するからいいかなとか、そういう感じで買ってしまってたものがあったんですね。お店にいざ持って行っていろいろ買ってしまったたくさんのカトラリーが揃っていない6個ずつあるものとかを12個、まあ、例えばあったとします。そうするとですね、その12個がぐちゃぐちゃになるわけなんですよ。プラスちょっと中途半端に買った1個2個のものが混ざり合ってですね、その組み合わせを探すのにすごく大変ということがあるんですね。もう本当に使いやすくてお気に入りのシンプルなものに統一したんですね。6個ずつセットになっているものを思い切って処分をしたんです。ある日買い足せるようなブランドのもので、あのシンプルで自分が気に入っているもので全部揃えたんですね。それによってすごくすっきりしました。家もお店も両方とも今そういう風にしてるんですね。本当にこれだけでですね、毎日のストレスがどれだけ減るかっていうことなんですよ。ぜひこれやってみていただきたいんですけど、私の実証済みなので、こちらがスタジオのカトラリーの入っている引き出しになります。こんな感じですっきりとしています。私一人だけではなくてスタッフも使えますので、スタッフが日々ストレスがないっていうことも重要なので、本当にこれやってよかったなと思います。こちらが家、
のカトラリーになります。カトラリーもいろんなものがあったんですけれども、だいぶ捨て活をしまして、自分の本当のお気に入りの大好きなブランドっていうのが見つかりまして、でそれでカトラリー統一してます。お箸も、まあ、2種類あるんですけど、2種類で統一をしているような感じになってます。これによるメリットはですね、組み合わせを考えなくていいということと、お客様にせっかくなら揃ってるセットで綺麗に出したいというところがあるんですね。お客様だけではなくて、毎日使う自分もですね、家族でやっぱり揃ってる方が気分がいいんですよ。統一感とか見た目のスッキリ感ですね、ワクワクにもつながっていくのかなと思っています。今日のまとめです。捨て活カトラリー編、今日お伝えしたいポイント3つありました。1つ目、処分の対象とすべきもの、2つ目、その理由、3つ目、具体的なやり方、以上3点お伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。いろんなところに住んで何回も引っ越しを繰り返してきた私の実体験で、いろんな失敗を繰り返しながら今に至っておりますので、ぜひこれを参考にしていただいて、今が一番ストレスがない状態になっております。私の場合ですね、ミニマリストさんのようにこうキュッとちょっとだけにできればいいんですけれども、仕事柄なかなかそういうわけにもいかず、特にお店は数を揃えておく必要があるということで、なおさら統一しておく必要があって、数も必要ということで、これがとてもストレス軽減になっているかなと思いますので、ぜひご家庭でも参考になさっていただけると幸いです。今日の総まとめです。食事は毎日することです。そしてカトラリーの引き出しも毎日開けます。そこがいつもすっきりとしているだけで、毎日がとても軽やかに楽しい気分になります。30分から1時間で終わる引き出し一つだけの捨て活となりますので、ぜひやってみてください。そして1日1引き出しで、年末までにコツコツと断捨離をして、どんどんすっきりして、来年をすっきりと迎えられればと思います。小規模なところをちょっとずつ進めて、中綺麗になれたら嬉しいですね。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。